力が来るなら来い。貴様ら何しに来た。見ろ、血痕だ。崖から落ちた後、ここまで泳いだに違いない。連れ去られたのか。そうみたいだ。この匂いは人間じゃねえな。それじゃあ誰が。おーい、こっちだ。こっちに血の跡が続いてる。本当か。なあ、山の方へ向かってる。ジェロン、無事でいてくれ。ボス、許してやってください。ボス。カッペを一匹もやれんやつこの手で殺してやる。これがカマキリの掟じゃ。ボス、首から血が。邪教師、あのクソガキが。今度会ったら奴先にしてやる。行くぞ野郎ども、アルプスで方言と合流じゃ。ジビー、本当にジェロムはここに来たのか。俺の花を信じろって。いや、なんだこの腐った匂いは。異様の匂いじゃ。お、なんじゃ。どうした。岩の向こうに誰かおる。何、どこだ。ん、おい、こっちにいるぞ。こっちにもいる。通り囲まれてるじゃねえか。誰だお前ら、何が目的だ。バカにしやがって。教師を。やろ、持ち上がれ。みんな待つんだ。やろ、逃がすか。ダメとんのか。あ、もうここで待っててくれ。みんな！大丈夫か、ウィード。ジビー、ここ。これは温泉じゃ。ヒロ、クソ、あいつら俺たちをはめやがったのか。なんだ。我らの簡単な挑発に乗るとはあまりにも無残。それで方言に勝てると思っているのか。なんだと。誰だお前たちは。興奮するな、京志郎。我らは味方だよ。ジェロム、よかった、無事だったんだね。ああ、なんでここに。彼らが案内してくれたんだ。ジビ兄ちゃん。テッシンさん、あなたがどうしてここに。ウィード、俺は南アルプスでお前の父に会ってきた。え、囚われの身の総大将を救出するつもりだったのだが、それは叶わなかった。すまない、俺の不徳の致すところだ。そんな、顔を上げてください。いや、俺は自分の力のなさを本当にすまない。ただお前にと託された言葉がある。聞いてほしい。総大将の言葉をそのまま伝える。ウィード、私の命は春まで持たないだろう。しかし私の命が問題なのではない。方言がこの世を支配すれば、また己の欲に満ちた弱肉強食の世界に戻るだろう。力がなくても正しい者が幸せに暮らせる世の中を作らなければならない。ウィード、お前が方言を倒し楽園を再建するのだ。我ら犬族のため、その命を使え。
不変の志を持って正義を貫けば、必ずや理想は現実となるであろう。ウィード、先に行く私を許してくれ。だが、いつもお前と一緒にいることを忘れないでほしい。先に行った仲間たちも、そしてお前の母、サクラも、みんな天からお前を見守っている。頑張れ、ウィード。負けてはならんぞ。確かに伝えました。総大将、腐ったね、方言め、方言がなんぼのもんじゃい。ウィード、今すぐ立とう。そうだ、急げばまだ間に合うかもしれねえ。今ならカマキリを出し抜ける。急いで総大将を助けに行こうぜ。そうだ、こっちはおれん。今すぐ行こうぜ。よっしゃ、やっちゃるぜ。さあ、行こう、ウィード。行きましょう、ウィードさん。さあ、ウィード。ウィード、俺たちに号令をかけてくれ。頼むぜ、ウィード。ウィード、ウィード、ウィード、ダメだ。ウィード、何がダメなんだよ。傷ついた者を無理やり連れてはいけない。父さんの願いはそんなことじゃないんだ。ウィード、父さんの望みは平和だ。僕たちみんなが望んでいる平和なんだ。親父さんを見殺しにする気か。そうじゃない、みんなのための平和だぞ。父さん一人の命とみんなの命、どっちが重いか誰だって分かるはずだ。こいつ、さすがは総大将の息子。ウィード、俺は構わんぞ。仲間のためならいつでも覚悟はしている。遠慮はいらん、本音を言ってくれ。そうだぜ、ウィード、俺たち怪我ぐらい平気だぜ。俺たちの命はお前に預けてる。この機を逃せば総大将に会えなくなるんだぞ。我慢するな、ウィード。俺の命投げ打ってでも構わねえ。助けに行こうぜな。これがウィードの答えだ。分かってやれ。こいつはいつもそうだ。自分のことより人のことを。ウィード、たく、お前ってやつは。もういい、お前の気持ちは分かった。ここは甲賀人間秘伝の湯治場だ。どんな傷でも3日で塞がる。傷ついたものはここで癒せばいい。じゃあジェロムの傷も3日で大丈夫だ。だが足に埋まった弾を抜かなきゃならん。それを取り除かねば傷口から化膿し、ついには歩けなくなる。よし、出発はみんなの体調が万全になる3日後にしよう。よし、よし、そうと決まれば温泉を楽しもうぜ。さあ、大丈夫。そうや。おい、みんなを呼んでこい。へい。いい湯だ。おい、泳ぐんじゃねえよ。むが、誰だ、へこきやがったのは。ああ、鼻が曲がる。母さん、いいんだよね、これで。ウィード、お前に伝えることがもう一つある。総大将が持つ技の継承だ。技？そうだ、大熊赤兜を倒した技だ。総大将の技を真の継承者であるお前に伝える。手本を示す、しっかりと見ておけ。なこれが総大将の必殺技、絶天狼抜刀牙だ。絶天狼抜刀牙。
これが絶天狼抜刀牙。抜刀牙は噛むことにあらず切ることにある。噛む力が強すぎれば回転ができず、弱すぎると切れない。やってみろウィード、総大将から受け継いだ熊犬の能力を見せてみろ。はい。初めてにしては上出来だ。なかなかそこまではいけんぞ。もう一度やってみます。もう一度。完全ではないが、さすがは総大将の子孫。俺が5年かかった基本をすぐにでも得得しそうな勢いだ。ウィード、どうした？惜しいぞ。何やってんだ。ああみんな、今鉄心さんから父さんの技を教えてもらってたんだ。赤兜を倒した技を。何そんな技があるのか。ああ、誰もが真似できる技ではない。総大将のあの技の切れ味。努力しても到達できないかもしれない。この俺のように。俺のは本物の抜刀牙ではないのだ。ウィド、さっきのがその技か？うん。それって俺と出会った時にお前がやった技じゃないのか？何？でも何やったか覚えてないんだ。あの時は必死だったから。そうか。それでガテンが行く。お前は俺にない素養を受け継いでいるようだ。総大将の技、お前なら必ず得得できる。俺にも技を教えてくれ。そうだぜ、戦力アップが必要だろ。そうだね。鉄心さん、牙の使い方をみんなに教えてくれませんか？いいだろう。こうして鉄心によるウィードたちへの特訓が始まった。牙の打ち込みを基本とし徹底して教え込まれた。おお、ついにやったなウィード。け、どうした？けど動かない的相手じゃ、これで本当に敵を倒せるとは。焦るな、今は基本を覚えるだけでいいんだ。あとは実戦で磨くしかない。いい気持ちだな。なんだあいつら。気をつけろ、奴らはただのイノシシじゃない。この辺りじゃ有名な犬食いの山頂たちだ。野良犬ども、誰に断ってここに入った？ここわしの湯治場だぞ。みんな目をそらさずゆっくり下がれ。誰かすぐにウィードたちに知らせるんだ。はい。おいしそうな犬コロメ。逃がした。まずい。偉そうに舐めにしてやる。ジロ、戻れ。ジロ、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 下がれ、やられるぞ。ジロ。一匹だけ逃げ、アホがおる。ジロ、逃げろ。待て！ウィード！
一体。京城さん、ジロー、ジローがあいつにやられちまって。なんだと、このクソ豚。京城、早まるな。ジェロム、何しやがる。バカ、相手を見ろ。2匹とも食ってやる。京城さん、離せ、離せよ。どうする、リード。このままじゃ。テッシンさん、僕やってみる。奴には抜刀がしかない。待てー。なんでこっちウィド。兄貴、兄貴。貴様ら、命が惜しくばここから立ち去れ。二度と来るな、バカ野郎。ウィド、ウィド、ウィド。おお、気がついた。見せてもらったぞ、本物の抜刀顔。抜刀顔、じゃあできたんだね。ああ、あの犬食い山頂に決めたぞ。じゃあもうみんな安心なんだね。ああ、そうじゃ。そう、よかった。え、おい、ウィド、おい。こいつ、抜刀牙はただならぬ体力と集中力を必要とする。おそらく限界を超えていたのだろう。みんなすまねえ、このまま寝かせてやってくれ。なんじゃと、わしを待たせる気か。ですから、方言様まだお休みでして。こっちはわざわざ来てやったんだぞ。ボス、落ち着いて。じゃあ貸しやっとけ。こら、方言起きんかい。え、勝手に入り込むとはいい度胸だな、カマキリ。てめえが方言か。うわっ。骨はありそうだが、隙もありすぎだな。え、この無様な姿を古文に見られたいか。それとも。待たせたな、紹介する。今日から我が軍ナンバー2のカマキリだ。よし、仲間も揃った。野郎ども、早速応援出発するぞ。本当に3日で言えたの。ああ、もう歩ける。弾はいつ抜いたんだ。夜の間に鉄心にやってもらった。本当にいいのか、弾を抜かないとは。俺はこれまで部下を容赦なくあの世へ送ってきた。しかしウィードは違う。自分よりも仲間の命を大事にすることを教えてくれた。足に残す弾はこれまでの俺に対する戒めだ。男よの、ジェロム。みんな準備はいい？おめえよ、いつでも OK だぜ。総大将を助けにアルプスへ行こうぜ。うん、ウィード、出立の号令を。お前の役目だ。うん、みんな行くぞ。ジロー、見ててくれ。オーゲンは必ず打ち取る。天下分け目の決戦が今始まろうとしていた。圧倒的に少ない兵力のウィードたちだったが、
その士気は高く、強い結束は方言軍をはるかに凌駕していたのであった。男たちの旅は今日も遥か険しい道、一歩一歩刻み込むように目指す約束の地、時にそれは報われなくてまるで負け戦のよう、傷を抱え眠れぬ夜をあといくつ数えるだろう、友よ一人うつむく夜は空を見上げ思い出してくれ、共に歌い共に歩いた道を